こんにちは、福田大健です。僕が周平役で出演するマザー、ぜひ見に来てください。全部僕がやりました。17歳の少年が起こした祖父母殺害事件、全てを狂わせたのは、舐めるようにしてずっと育ててきたの。周平頼め私があいつをどう育てても親の勝手じゃないですか。行きたいんだけど。お金ないよ。あれは俺のことな。お母さんと離れて暮らすこともできるんだよ。遊ぼう。罪を犯してまで少年が守りたかったものとは。絶対無理。一人じゃ生きていけないですよ、お母さん。マザー、この真相を受け止められるか。